こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日は、生後3ヶ月の赤ちゃん、下痢が続いていますが大丈夫というお話をしたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。生後3ヶ月になる男の子がいるのですが、ここ2週間ミルクを飲むたびに下痢、寝てても下痢、下痢続きで水のようなうんちに黄色いつぶつぶが入っていたり、粘り気があるうんちだったり、3日に1回ぐらいしかなかったのに急にうんちの回数が増えたので不安です。そして元気なのでいつ病院に連れて行ったらいいのかっていうのが分かりません。どうしたらいいのか教えてくださいということですね。はい、生後2ヶ月から3ヶ月の時期の下痢じゃないんだけど、うんちの正常が急に緩くなって回数がめっちゃ増えて、まず、一概にみんながみんなそうではないんだけど、よくあるパターンでね、話すると、新生時期っていうのは、上から口から入れたらもうところてん方式で、上から押されたら下から出るみたいな感じで、すごいうんちの回数多い、ちょこちょこもうおむつ開けるたびにちょろちょろこんだけかいみたいなやつで、うんちの回数多い子がたくさんいますね。だいたい生後2ヶ月なるかぐらいで1回便秘に傾く子がいるんですよ。それこそこの子もそうやね、3日に1回ぐらいしかうんちが出なかったって書いてましたけど、生後2ヶ月の生理的便秘っていう風に言いますけど、これは何かっていうと、今までところてんで上から入ってきた時にある程度腸の中にうんちに作られて溜めて、腹圧かけて便意を催してうんちをしたいなという感覚を経てまとめて牙って出すっていう方式に変わってくるのが生後2ヶ月ぐらいなんですよね。急に便秘になってあんなに出てたうんちが出なくなったみたいなことがね、起こることがあります。だから2ヶ月ぐらいにちょっと便秘に傾くっていうのは生理的な変化なのね。2ヶ月半3ヶ月その辺から急に今度はまたこの子のようにこう下痢に移行していて、うんちの回数がやったら多い、大丈夫みたいな、ほんでつぶつぶが混じってたり、これ下流便って言いますね、すごい緑やったりとか、めちゃめちゃ水っぽくて、もうおむつにほとんど水分が吸収されてしまうようなのを、もう1日に5回とかで、皆さんこれうわ下痢だどうしようって言って焦るんやけどね、一番の目安はね、機嫌とかそのうんちの正常以外のところ、すごいなんか機嫌悪く泣いてないかなと、飲んで反射的にベって吐いて、でまたくれくれって言って、またおっぱい飲んで機嫌よくしてるっていうのは嘔吐のうちに入らないですよ。赤ちゃんでもね、病的な嘔吐の時ってね、えずくんです。えずくってわかりますか、こうっていう語、吐きそうな感じ、そういう症状を経てドバって吐くのね。元気な時って普通にしててベーって吐いてでヘラヘラしてますよね。あれはもう酔っ払いのおっちゃんと一緒やからね、勝手に逆流してるだけやからね、全然健康なんですけどね、そういうところがないかっていうの、あとはぐったりしてないかなって、活気があるかなないかなっていうところね、手足元気に動かしてるかな、全然動かさへんかな、なんかずっと寝てるけど大丈夫とかね、いつもと違う感じっていうのがないかどうかっていうのを確認しましょう。でそこら辺が何にもないんやったら、生後3ヶ月ぐらいのその繰り返す下痢っていうのはね、状況的にはどういうことが起きてるかっていうと、もう3ヶ月ぐらいになってくると、ほっぺたの筋肉とかしっかりついてくるんですよね。で飲むのも上手に、技術的にも上手になってくるし、一気にだから体重も増えてくるから、1回の授乳とかミルクで結構な量をガツッと飲めるようになってくる。今まで言った少量ずつをちょこちょこ飲めへんかったのが、3ヶ月になったらグッと飲めるようになってくるわけですよ。だから大量のミルクとか母乳が胃の中に入るようになってくるのね。でもそれを上手に消化吸収していくんだけども、特に母乳の中にはすごいたくさんの乳糖という糖分が含まれています。ミルクにも含まれてるんだけどね、母乳の方はちょっと多いんですよ。それがね、それが腸の中にこう移行していった時に、その乳糖糖分があることによって、お腹の中の腸内のね、腸の中のその環境が活性化されて、乳酸菌がたくさんになってね、腸の中がいい環境を作られるんですね。2ヶ月までと3ヶ月以降の腸の中の状況が変わるわけですよ。いい方向に変わるのね。乳糖がたくさん入ってくるってことは、乳酸菌いっぱい、ビフィズス菌だらけの腸内になるわけですよね。いい状態になる。ビフィズス菌たくさん取ったらこう便秘予防になるとか、大人でもヨーグルトダイエットとかあるじゃないですか。同じや、赤ちゃんもね、ビフィズス菌いっぱいの腸の中の環境っていうのは排便を促されるんですよね。だからすごい緩いうんちが出やすくなる。母乳ミルクに含まれている乳糖ゆえの
生理的な現象なわけですよ。すごいその活性化されてどん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 うんちが出ていくっていうことは、うんちを作ってある程度腸の中に置いとくと、その水分がね、腸壁にこう再吸収されていって、少しこう塊チックになったようなうんちが出るんだけど、もう作られたやつがビフィズス菌いっぱいの腸内やから、もう作ったすぐバーってもう出しちゃうわけですよね。ほんならそのうんちは作られたその水分たっぷりのやつ、再吸収される前のやつがもう出ちゃうから、ものすごい水分たっぷりの水溶便が出ちゃうわけですよ。あまりにもスピーディーに溜めずにもうどん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 出しちゃうもんだから、その消化しきれへんかったやつが下流になってね、このつぶつぶ黄色いつぶつぶになってね、混じって出てきたりっていうこともありますかと思ったら、作られてしばらく腸の中に少し置いとけたやつに関しては色が緑に変わります。黄色、下流で水っぽいで緑、あと粘っこい粘液が混じってる、これは腸の中の消化液が混じってきてる状態ね。このようなうんちは生後3ヶ月のうんちとしてはとても生理的で健康なうんちです。ですからこれを下痢と考えるのかどうかっていうところでね、病的な下痢との判別はどこでするかって言ったら回数です。多分多いって言っても1日5、6回とかそのぐらいなんじゃないかな、うんちの回数で、ね、病気の時のね、下痢っていうのはね、ミルクとかおっぱいとか飲ますでしょ。飲ませながらもうその勢いでブワーってうんち出てきて、で、ね、おむつの、ね、中にとどまれないんですよ。もう、ね、ギャザーからね、ちょっと漏れたとかちゃいますよ。ドーって流れます。もう池ができるぐらい床に。このうんちを1日に10回以上、普段のうんちの回数の2倍以上の回数でおむつからギャザーから流れていく、うわどうしようちょっと誰かみたいになる、そういう状態のうんちが1日10回以上重なってくる。そしてぐったりしたりとか、嘔吐を伴ったりとか、活気がなくなったり、ずっと泣いていたりっていう、いつもと違う症状っていうのが見られた時は、もしかしたら何かのウイルス感染とかで可能性があるから、一応病院に行きましょう。水っぽい、大人やったらこれどう考えても下痢やんみたいな水っぽいうんちが何回も何回も出たとしても、あ、一気にたくさんの量を飲めるようになってきて、腸の中の環境が変わってきて、ビフィズス菌、乳酸菌いっぱいになってきて、だからこそうんちの回数がうんちを促す、排便を促すっていうところがすごいスムーズにいってるゆえに、今のこのうんちやねんなっていうふうに考えてもらったらいいです。5ヶ月を超えてくると、この辺から離乳食が始まってくるっていうこともあるね。固形物を食べたら、それだけやっぱうんちの形状変わってくる。また腸の中の環境変わるからね。今度大腸菌が出てくるからね。もう本当に人間のうんちに切り替わってくるのが離乳食が始まって以降なんですよ。だから5、6ヶ月以降のうんちっていうのはまたもう全然違う。今のうんちなんかヨーグルトみたいな、なんかスパイ匂いするでしょ。これ乳酸菌たっぷりのビフィズス菌だらけの特有のうんちの匂いですわ。それは味わえるのはだからあと 2,3 ヶ月の話やからね。またそこでもうほんまにくっさーみたいに人間のうんちに変わるからね。今のそのうんちの匂いとか清浄っていうのをね、楽しんでたらいいと思いますよ。今また3ヶ月やとね、満腹中枢がないからね、与えたら与えただけ飲んじゃうんですよね。適度に出てる母乳の人はそこまで飲みすぎることってないねんけど、むっちゃ出てる分泌過多の人はもう赤ちゃんだから3ヶ月時でもうめちゃめちゃ大丈夫っていうぐらい飲むしね。でミルクの人もやっぱりいい勢いで飲んでくれるから、結構な量1回量飲めたりする。もうすごい飲む子なんで1回量 200cc 超えたりもしますね。うんちがそうやって下痢みたいな感じで出てたとしても、他の要素いろいろこう見た時に元気やなと、何もお腹の中には負担はかかってないですからね、大丈夫だから、飲みたいだけ飲ませてもらって構いません。ミルクの場合もね、5ヶ月超えてきたらいよいよ満腹中枢ができ始めるから、お腹がいっぱいの時はちゃんと赤ちゃん側が調節して飲んでくれるようになるんですよ。いらない時はいらないっていう意思表示があるし、くれたらくれただけ全部飲んじゃうよみたいな時代は終わってくるからね。だから新生児のうんち、2ヶ月の便秘、3ヶ月ぐらいの下痢で、5、6ヶ月以降のもう本当に人間のうんちみたいな感じで、うんちの性状はどんどん変わっていくからね、そんな風に捉えてもらったらいいんじゃないかなという風に思います。はい、12人目妊娠中、助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。